実際ののところ、どうなの<え>精霊と器の関係意識や感覚の共有みたいなものはあるのあうん体の中に入ってる時にはエレノワが見たり聞いたりしたことは分かるよでも気持ちや考えてることまでは分からない箱に入っても箱の気持ちは分からないでしょそういう感じかなら できるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわねい一緒にお風呂に入るのは嫌だよ分かってるあんたも年頃の男の子だもんねお風呂は鼻炎風あいつは違うかあたしかマギルーが何とかするとしてふぅ <laughs> あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの寝る時は寝る前に話をすることはあるけどベッドで隣に寝たりはしないよ エレノアの体の中に入ってる方が、エレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったのううん。今のところはないよ。それに、すごくよく寝てる。<ん>ベルベットたちと一緒にいる時は顔が怖いけど、寝てる時は、もっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか、 可愛い,いって思ったえー、ああいうのが好みなんだでもそれはそれ監視は監視でも年上の女には気をつけなさいえテレサとオスカーって仲のいい兄弟なんだね訓練生時代から二人を知っていますが喧嘩しているのは一度も見たことがありません ベルベットは弟と喧嘩しなかったそうね叱ったりすると弟がすねて口をきかなくなったりしたけどそれも可愛かったかわいい意地を張っても背伸びして大人びたことを言っても気づくと私の後をついてきててまるで子犬じゃのう <laughs> 犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわでも やっぱり放っておけなくて弟って不思議な生き物なのよ六郎も可愛いのかなえ自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょでもしぐれは楽しそうだったよあんた時々理解の外へ飛んでいくわねえそうかな <laughs> 弟かお主 兄弟姉妹は一人っ子です。ならばちょうど良いではないか。この際、某を弟にすればよかろうって。あ、それは極端な話ですが、ライフセットと話していて、弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕が、エレノアの弟。ライフセット。そんなザレ事本気にしないで。精霊を道具として扱う大魔師が、 あんたを弟みたいに思うはずがないでしょあうん道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めていますだからこそ弟を感じるのです本当ですよううん信じちゃダメよこんなうわべの言葉自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思えますけどおうおう 弟をめぐって2人の姉の対決じゃ坊の好みはフィッチ・フィッチ・フィッチお兄さんがいいよ。